とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、この装備、使っていきたいと思います。久しぶりだね。ストームランダー。これはなかなかいいやつが出ております。クリティカルリフレッシュ重力虚無ですね。できれば、ストームランダーよりも重力のハンマーの方が強いと思います。もともと重力がついてるので、火力を盛りやすいんだよね。でもとりあえず出たので使ってみようと思います。なんか懐かしいな。昔ね、俺このセット使ってたんだよね。ハンマーにフルメタル。懐かしい。いきます。それでは行きましょう。今回が、ペットの数が2に固定、そしてハスクに代わって毒の雲を持ってるっていうやつですね。はい、なんかね、やってて懐かしい。ものすごく懐かしい。昔はほんとこのハンマーってね、使いやすかったのよ。攻撃範囲がね、すごくいいから。攻撃範囲がいい感じに広くて、使いやすかったんだけども、まあ今となっては、これ以上に範囲が広いやつがあるんで、そこは、まあ今は感じないんだけども、いやー懐かしさはあるな。よっしゃ。で、あのね、つけてみて分かったんだけど、虚無との相性がいいね。虚無との相性が抜群ですね。よし。これ攻撃速度がめちゃくちゃ速いわけじゃないじゃないですか。そこそこの攻撃速度。この速度が、虚無のね、力をうまいことね、発揮させるんだよね。なんで虚無はこれ当たりですね。でもできればね、やっぱり重力、重力のハンマーで火力を増し増しにしていったら相当強いと思う。もともと重力がついてるから、エンチャントでリフレッシュ、虚無クリティカル追い打ちか。その攻撃力がもろに上がる3つのエンチャント全部つけることができるので、かなりいいと思うんだよな。よっしゃ、行きましょう。もちろんキャプテンは探しながら行きます。ここはね、全部居やすいと思うので探していきますよ。ナイス。よし、まあ、最初のうちはね、脅威が嬉しい。おい、ちょっと待って、結構多いぞ。 OKOK、 ちゃんと距離取っていけばなんてことありませんね。よっしゃ、キャプテン探しながら行きまーす。お、ここいるね。どこだキャプテン。あ、いたいた。ちょっと待て、エンチャンター撃っとうし。まずは倒す。え、まずなんだ、神秘か、あ、脅威か。ちょっと待て、取れない。脅威が2。うわ、なんか戦いに行く。ちょっと待て待て、戦いに行く。誰か霊気持ってたっしょ。もう霊気やめてくれ。固まったし固まるなって。神秘なんだ。プレイヤーのダメージ 40% 減少。きついな、こいつは。きついぞ、ダメージ減少ね、かなりきついんだ。ここからはもうしっかりドラ当てていかないとダメージはまず取れませんね。この奥いそうだな。あ、いたいたいた、いると思ったよ。よし、うわー、やめろエンチャント。よっしゃー。で、脅威3、あと2体は最後の洞窟の中かな、多分そうでしょう。よし、とりあえず開けましたね。ではちょっと下に向かってみましょう。いるかな。できればあと1体はいてほしいところですね。まあ、比較的ね、他のクエストとかに比べるとキャプテンが居やすい場所ではあるんだよね。なので期待はしてるよ。でもまあまあ、めちゃくちゃきつくなるのはちょっと勘弁してほしいけどね。
でもまあまあある程度のやつは大丈夫です。行きましょう。ちょっと待って、パワーポーションあったでしょ。パワーポーション取っていこう。全然違うもんね、やっぱね、2倍になると。いる、オッケー。どこだ、いた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 、よし、オッケー。もう1体いるかい。よし、ちょっと待って、まずは周りが痛いからこいつらから倒しとこう。何、モブ HP100% 増加、きつい。あと1体いるか。で、なんかここら辺で見えないっていうことは多分いないんだよな。なんかいないような気がしますね。どうだ、あー、これいないわ。うん、ここで見えてないっていうことはいませんね。ボス来ました。 40% 減少の 100% 増加、相当硬い。これは相当硬いぞ。 OK、 まあまあ行きましょうか。このザコスラもすっごい硬いからね、尋常じゃないぐらい硬いんで、まあまあとりあえず正規のね倒し方を踏んでいきましょう。うわ、で、ああ、オッケー。ちょっと待って、なんか、なになに、あ、ああ、こいつの遠距離攻撃か。遠距離攻撃だ、やめてくれ。すっげえ痛いんだそれ。よし、オッケー、いいよ。ちょっと待って、ドラ、ドラキョムでこのダメージ、やっべえ、勝て。よし、でもいける、いけるよ。硬い硬い硬い。リープリーフが来て、HP3 半分かになった時が多分相当痛いんだよね。あそこをどう乗り切るかが問題になってくると思いますけども、ちょっと待って、あぶね。ふう、まず雑魚から、よし、硬い雑魚が、よし、おい、遠距離攻撃するな、遠距離攻撃が痛い。よっしゃ、 OK、 半分いった、大丈夫、いける。お、いいね、いいダメージ、いいダメージ。1500万ぐらい与えればね、まあまあ結構いい。で、これが多分ね、重力の消火力のエンチャだったらもっといくな、この倍ぐらいのダメージが出るんで、いや強いな、やっぱり。うん、あー、やばい、タワーが出てきた。あれが出てくるとちょっと辛いんだ。よし、いや、でもいけなくはない。よし、うまいことリープリーフゾーンも、うわっ、ぶねえ、なんかダメージ受けた。いけ、よし、いける、もうちょい、痛い、めちゃくちゃ痛い。いや、でもいける。お、あと押せ押せでいきましょう。いける、最後きついな攻撃が。よっしゃー、倒したー、あとはクリアするだけ。もう最後がきっつい、最後結構きっついぞ。よし、終わりー、いけた。よし、はい、ということで今日は久しぶりに使ってみましたね、ストームランダー、クリティカルリフレッシュ重力虚無です。結構強かった。なので、重力ハンマーで、さらにこれプラス、追い打ちがついたやつが、めちゃくちゃ強いと思う。まあまあ、それも探しながらやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。